はい、おはようございます。8月3日になりました。時間は4時36分。相場解説始めていきます。昨日はね、月間の流れってものをちょっとお話ししましたけども、全体的にセルの方に向かっていくんではないかなというふうにお話しして、昨日は終わったと思うんですが、1日経っていかがだったでしょうか。セルの方向に動いたんじゃないかなと思います。それをね、今日は合わせてお話ししていきたいと思いますんで、またね、デイリーの方から見ていきましょう。じゃあデイリーなんですけども、1日経って、確定した足がこちらですね、陽線が確定して今陰線を大きく出しています。要するにセルの方に向かったよってことなんですよ。移動平均線も見ていただくと、こういうふうに3本が絡み合いながらね、下の方に行ってるのが分かると思います。これが広がりながら下の方に行ったら、セルの動きが加速してますよってことなんですけども、いかがですか。広がりつつあるんじゃないですか。ここ3本が重なってますけども、現在3本はそれぞれ別の方向を示してますよね。これが広がっていく状態だということです。上昇するときも同じですよ。ここでまとまっているじゃないですか。それが広がっていって、こういうふうにね、でここまで伸びてるわけですからね。この動き頭に入れておきましょうね。では4時間の方に移っていきます。ね、109円を割って108円の方向に行くよってことを昨日はお話ししましたけども、昨日1日だけでもほら、4時間の束が6本で6、4、21でしょ。だから昨日の値動きはここの2本の補助線の中に収まってるんですけども、おおむね下の方に行ってるでしょ。こういうふうにね、移動平均線もどうですか。こういうふうに下の方行ってるでしょ。まあですんで、昨日の解説は、まあ、まさにその通りってことなんですよ。で、1時間を最後に見て終わっていきます。1時間ね。だから昨日セルで入った方はとりあえず負けはないかなと思います。どっかで利確できてると思うんですよ。特にね、5、6時間前ですから、深夜10時以降まで相場に張り付いていた方は大きな利益を得ることができたんじゃないかなと思います。それをニューヨークお休みタイムスって言います。東京時間っていうのはね、値動きが方向づけられる時間なんですけども、それがさらに加速するのが夜9時以降のニューヨークお休みタイムズですよね。まあ相場はニューヨークの方に移るんですけども、私たちはお休みに入る時間じゃないですか。まあですんでね、これから寝ようかなっていう時に、私たち日本人が眠くなる時に、実は最も活発に深夜寝動きが起きているってことなんですよ。まあですんでね、 FX 慣れたら今度ね、深夜の方を狙ってみるといいと思います。今私が放送しているのはあくまでも朝出勤してお昼休憩があって夕方には帰ってくるよっていうサラリーマン向けの解説になるんで、朝6時ぐらいにまでにはね、1日の方針を決めて、夕方6時にはポジションを外している状態っていうことでお話ししております。まあですんでね、7時8時過ぎたら基本的に私は皆様に放送することはありません。ただ私はやってますけどもね、ニューヨークお休みタイムズが利益の主な源泉ですから、それから明け方まで、利益が続いてるんですよ。で、私の場合は家族がいますんで、深夜起きて FX をやるっていうところまではいかないんですけども、それでもね、最近は2時ぐらいに起きて相場も見てますし、動画も撮ってますんでね、かなり利益を上げれやすい状態にはなってます。ということで、今年もね、1000万は突破できるかと思いますけども、さあどうでしょうかね。はい、ということでね、昨日の立てた戦略、今月は108円台の方に行くんじゃないかなってことで、まずは幸先のいいスタートが切れたと思います。多くの方が利益取れたんじゃないですかね。うん、で、明日からなんですけども、この流れはもうちょっと続くんですけども、一回組み上げてね、戻り売りになると思いますんで、一旦上がりますんで、今日はね。だから今日はどちらかというと、エントリーポイントを見るっていう感じで、ちょっと見た方がいいと思います。で、そこそこ上がったところ、例えば109円の40とかね、50あたりのところからセルにかけるのはいいと思いますけども、どこからセルをかけるかっていうと、私はね、そうですね、割と慎重に109円の795ですか、ここに達した時にセルに転換すると思って、そこに待ち構えていようかなと思ってますけどもね、参考にしてみてください。それでは本日の相場解説、相場